ボクシングの元2階級制覇王者でクワールジムの亀田大輝会長35がジップでトレーナーを務めている亀田志郎氏が日本が誇るモンスターを認めない理由について解説した次男の大輝会長を含めて亀田3兄弟を世界チャンピオンに育てた志郎氏は世界スーパーバンタム級4団体統一王者となり世界で最も権威あるリング氏のパウンド・フォー・パウンド TFP ・ TF 階級差のない最強ランキング1位にもなった井上尚弥31イコール大橋に対し辛辣な意見を展開堅くなに「世界最強」を認めない姿勢には各方面から疑問の声も多く出ているこうした状況に大樹会長は自身の YouTube チャンネルを更新親父も「井上は強い」って言っているけど井上の話になると感情的になる とし、その理由について、ロウ氏は、和樹がもっとできると思っているから、ちょっと歯がゆいと思うねんなと指摘、亀田家の三男で元二階級制覇王者の IBF フェザー級4位、和樹32、32イコール TMK の存在がモンスターへの反発になっているという。 直哉の話になると感情的になるというか、とし、四郎氏が展開する YouTube など、面白おかしく見立ってください。階級が近いから、違う階級なら、批判的になっていないんでと説明していた。